今日は3日目か。このホテルもなかなかいいとこでしたね。はい、マキさん、今日は最終日、どこ行きます？まず、ベタ踏みね。左方向です。はい、ベタ踏み橋行くよ。ベタ踏み行きましょう。もう噛んじゃった俺、喉いけえや喋りすぎてる。なんかカラオケボックスオールナイトした後みたいな。だって2日間さ、喋りっぱなしじゃん。喋りっぱなしでもうなかなか十何時間もな。ほんと喋りっぱなしだからな。だってさ、バイクに乗ってずっと喋っててさ、また飯食いに行ってずっと喋ってんだからさ。そうだよな、止まらないよな。すごいね、ずーっとだよ。なあ、すごい綺麗。おお、かっこいいかっこいい。おお、なんだ。自衛隊機。おお、かっこいいかっこいい。結構戦闘機だね。ベタ踏み坂行きまーす。U ターンしましょうね。U ターンしましょう。おお、結構だわ。あ、やばい。俺ね、ダメかも。これ怖いかもしれない。あっちゃんダメ。あ、これやばいじゃん、ちょっと。すごいじゃん。俺苦手なやつじゃんよ。あ、なるほど。やばいやつ。あ、でも見えないじゃん。登りましょう。あ、でもだ、よかったよかった。周りが見えないからいい。見えなきゃ平気だよ、見えなきゃ。あのさ、右側見てみな、かろうじて見える。あ、やばい、山しか見えない。あ、やばい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 。なんか、ついてまった、ついてまった。あ、来た。これね、これはちょっとね、チラ見やする。あ、ダメかも。できそう、ダメだ、これ。うわ、絶対見えるな。ダメ、ダメ、ダメ、ダメ。本当に怖い、これ。あ、すごい。あ、一番苦手なやつだ、俺は。おー、俺見てみ。乗ってみ、左に。あ、下が綺麗。あ、すごい。あ、前もいいね。これね、これダメだ、俺。おお。一番苦手なやつだ、これ。あ、いい景色だ。ねえ。あ、でも景色いいね。うん。これもういいや、もうこれ。じゃあ、向こう側から撮ると、すごい坂に見える。でも確かに。いや、俺さ、あそこ、あの、横浜のベイブリッジあんじゃん。うん。ベイブリッジの下にさ、一般道。ああ、あるある、ある。サンドナだ。あれ、むちゃくちゃ怖いんだよ。あれ、そうだよね。下見えるよね、あれね。もうあれ、ほんと勘弁してほしかったもん。行こう行こう。じゃあ、こっから撮っといてやるよ。もう、撮っといて。あ、でも、こっから撮って見えるかな。おー、ベタ踏み。でも、そんな急じゃないね。そう。なんか、ベタ踏みっていうほどのあれじゃないね、やっぱね。じゃあ、待ってっからな。はいよー。おー、いいねー。いいねうん。あれなんだろうね。船か。ああ、ドックだね、ドック。うん。おー。おー、いいねー。いいじゃん、いいじゃん。眺めいいな、これ。ああ、眺めいいよね。うん。素晴らしいねー。でもこれ、地震あったら怖いよね。確かに。ちょっとな、危ないっしょ。あいつも来ないんだよな。ああ。ただ走ってるだけなんだから。そんな怖いかね。いや、全然怖くないと思うけど。あ、ここってほら、マジ、Google マップ見てみ、湖の真ん中。見れないんだよ、俺今。目的地。現場は両側湖だよ。目的地指定してないから切れちゃった、今。あ、見えないんだ。あ、いや、切れちゃった、今。これ両側湖だよ、両側。すごいすごい。橋みたい。すごいね。これは人工的なものかなっていうことは、ここは。あ、どうぞ。埋め立てしたか。え、何？埋め立てなのかな。すごいな。気持ちいいね、ここね。気持ちいいね。海岸が見えるとこう、なんか景色がいい。いいね。すごい道だな、ここは。ここってでも、対向車来んだよな。あ、来た来た来た。来るでしょ。来る来る来る。うん。それでマッチと二人旅してるみたいに見えるな。そうそうなんだよ。たまに。声は聞こえるけどさ。フレームインさせないと。いいじゃないの、二人旅。あの YouTube さ、なんか、最近見たことないんだけど、たまになんか変な声入るんだよ。なんだろうな、あれだって。心霊現象。あの、新しい、ほら、かっこいい箱つけたんだからさ、そうそう。つけないと。箱取ってあげるって言わないと。おー。
いいね。結構なんかさ、うん、こういう風にちゃんとペイントしてある電車っていいよな、やっぱ風情があってな。確かに。もう今って全部ステッカーじゃん。そうそうそう。アルミの地肌にステッカーだけだからさ。うん、確かに。おお。ねえ。おお。やっぱりワンマンだよね。ああ、いいじゃん。並走並走。これでも結構古いんじゃない電車。ああ古いだろう。ワンマンだ。ワンマン。そうワンマンだ。必ず2両だよね。およそ 300m 先、斜め右方向で。いや、ワンマンじゃ2両じゃないと無理なんじゃない？やっぱ。ああ、そっかそっか。ああ。しかもさ、全部のドアが開かなかったりするからさ。ああ、そうか。そう。そっかそっか。降りるときは前からみたいなね。ああ。おー、来ました。出雲大社。これは博物館。後で来ますね。後でね。歴史博物館。右方向です。私たちは続いて左方向に向かって走ってます。おお、風が強い。強いね。日本海だね。日本海の荒波ですから、ね、風が強い、ね、おな、これなんだろう。これなあ、トンネルショートカットがトンネルだな。ああ、ショートカット、旧道だね。ここから出てくる旧道、旧道、うん、それでこの途中にそのヤバい心霊スポットがあるから。ああ、なあ、そう、そこがメインなんだよ俺の中では。義母愛子の道路方のってやつ。義母愛子が死んだ原因がそれなんじゃないかって言われてる。出た。 あそこの除霊に失敗したから死んだんじゃないかっていうね。マジか。うん、ほら、おーおー、見えた。灯台。これどこまで行けんだろうな。灯台到着。あ、灯台までは行けないってやつ。あ、ちょっと待って。カブだったらあそこそばまで行けんじゃないかな。なあ。これさ、ちょっとこっち行ってみようぜ。どっち？カブなら許されそう。マジか。どこられちゃう？出た。イタズラ魂が発揮されてるよ。そう、これ多分東大まで行けるよ。マジで行けると思うよ。民宿高橋。出たよ。ほら、行けるよ。出たお、行けたよ。行けちゃったよ。宮城山、まあ、焼きイカ。自転車乗り入れ禁止だった。禁止だ。これ見ここはダメなんだ。あ、でも写真ぐらいは撮っていいんじゃない？写真だけ撮っとこうよ。あ、押せば人間と同じだからこれは平気なんで。ちょっと屁理屈。でも今日もそうだよな。そうだからここら辺で、でもこっから下のアングルそっち行かれるねえ、そっちで撮っとこうよ。それ上がっちゃえばいいんだ。そうこれ押したがるの大変かもしれない。いやいや、ここでいいんじゃない？これで撮っちゃう俺。下からのアングル。うん、下からのアングルで。マジか？俺かわいそうじゃん。そう。入んないじゃん、だって。無理。あ、これだと入るな。マジで？入ったよ。ダメだ。はい、じゃあ出雲右方向で続いて目的地です。あ、いいんだ。目的地に到着しました。来い来いっつって、お疲れ様でした。あ、一番奥だ。あ、バイク。あ、いっぱいいた。あ、なるほどね。看板の真下に。看板の真下でカップこっち向きで写真撮るか。よし到着。今水も大社来ました。
お、すごいすごい。すごいね。でも意外とちっちゃいね。意外とちっちゃい。うん、その前でかくない。数が少ない。数がね、うん。そっか、この海沿いを走っていくともう九州に着くわけだからな。あ、素晴らしい。とりあえずここ入る、はい、エビ、はい、なんとか市場サンピコ、ゴーツ、市場がある。はい、来ました。西に進みます。じゃあバイク、およそ 100m 先、右方向です。車はここに、うん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 、じゃあ俺ここ止めちゃう。ここら辺2台止まっちゃって。えい、えい、前に人が来るからな。そう、駅駅、ここがもうまさにビューポイントだから。ビューポイントは、え、でも映るかそれ。ああ、こうね。おお。もうみんなやっぱ曲がってくな。当たり前か。まあいいや。これ見に来てんだもんな。そうそう。ここに来てるんだ。そうそうそう。おお、いいね。これはすごい。俺あそこら辺食べるかもしれないけどな。出た。大丈夫。おお。あ、これいいじゃん。いい絵になってるよ、これ。すげえ、すげえ。ああ。な、いい絵になってる。なってる、なってる。えー、えー、えー。これいいよ。いいね、やっと来れたね、この島。いいね。いやすごいね。すごいね。これはいいよ。ちょっとずつ心臓が嫌な。嫌なことドキ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 みたいな、うん、これはでも映えスポットだな。確かに、すごいね。すごいすごい、これ。いやいや、おお、気持ちいい。ちょっと遠回りだけど来てよかったね。いや、よかったよかった。お、素晴らしい素晴らしい。俺やっぱ来ないとダメだね。あ、来ないとはダメ、うん、わからんわからん。マキさん、そんな飛ばさないでゆっくり行きましょう。そうそう。もう今で上だけ見てるから。ダメなんじゃない。下を見ると上見てないじゃんな。そうそうそう。上で空見てるとね。あれは俺下見てる。下。ほら、水面が光って綺麗だ。本当だ。あ、綺麗だ綺麗だ。わかった。あのね、薄めしてると大丈夫。薄めしてると。おお、綺麗綺麗。うん、なあ、綺麗だよな。いや、おい、ちょっと、うん、あれは見ないと湧き損だぞ、お前。いやいやいや、確かに。ああ、もういいや。ああ、もういい。もう大丈夫。もう大丈夫。おー、すごい。ああ、面白かった。ああ。これでみんなすぐ U ターンしてきたの？あ、もう U ターン。じゃあ、帰りはちゃんとあの水面を見てくれや。綺麗だから。ゆっくり行こう。見てもあんまいまいち面白くないのかね。どうなんだろうね。ねえ、みんな見てるけど。でもなんかみんな撮ってるよ。行ってみる？ね、一応見てみるか。うん、おお、ここはここでなかなかいい感じ。まあ、まあ、あ、本当だね。ああ。いいじゃんいいじゃん。しょうがねえな。そうそうそう。これ本当やり方は忘れちゃったよ俺。うん、よくわかります。いやいや、2泊して岐阜と米子泊まってで、今日ここ来て、そうそうそう、あのずっとあの山陰地方あの9号線でここまで来てそれでもうこのままあの墓地からあの横須賀に帰って、そう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 もう全然楽勝だな。楽勝楽勝。確かっていうか実は楽なんですよ株は。そう、どこ横浜から。横浜鎌倉からですから。札幌ナンバー株90。ああ、それは上手だな。すごいすごいすごい。ああ、大したもんだ。
じゃあどのくらい1200キロぐらい1200キロぐらい1200キロぐらいかな。大間行けますよ。全然いけ。いや、まあ、なんで株使うとね、あれが金いくらかかった？6000円、うん、九州まで6000円がガス代だけ。そんなもんや。もう どの交通手段よりも安く行きます。どこでも。買った方がいいかと。買った方がいい。うん。どんどん弾数消えてちゃってるからな。もう大きいオートバイなんかで高速で移動するより全然面白い。もうゆっくり街見ながらね。そう。もうその高速のツーリングも飽きちゃったからもうこればっかり、もう。こればっかりは。本当にもう。いや。ああ。お前もハーレーだよな。いや、俺ビュール。で、我々はあの川崎の古い Z 乗って、うん、そう。これでカブ。最近これメインか。もう Z 床の間に飾ってある。こいつがあの Z1000J で、僕のは GPZ の1100って空冷の昔のやつ。うん。お前ならもう GPZ1000J ってありがたいからさ。まあフレームが Z1100GP のやつね。な、もういい。よくわからないバイク。KZ900系の一番最後のシリーズ。だから忍者の前ですよ。忍者は杉冷になったじゃないですか。あれの、手前の空冷の一番最後。最終の。書いてます。じゃあ、初めの頃は、カブ使って林道で遊んでたんですよ。そのうち、あれ、これちょっと遠く行けるんじゃないかって言って、で、まず紀伊半島行って一周して、あ、これ行けるわって言って、で、どんどん、日本海の方を見に、の距離伸びていて、もう、ほんじゃもう九州行こうって言ってます。で最後はあのほら四国でお遍路さんしてチーンですから。老後はもうだから下部でも日本一周。もう定年が待ち遠しいわみたいな。僕ら57、58。58。あ、同世代。もうこれから行くしかない。老後を楽しむためにはもうこれ。絶対買った方がいいですよ。旅先行くと飲むじゃないですか。飲んで次の日ね、もう Z が重い。もう年だからな。いや、大変。あのほら、分かってるけど、一応さ、酒のせいにしないと納得できないじゃない。それは言っちゃいかん。もう U ターンも楽だしな。なもう道間違えてももうこんな。そう。彼、むちゃむちゃ。ほんと軽い。もう自転車なんだ。これでね、あの、どこでも入っていっても、あの、その地方の人も何にも文句言わない。ハーレーなんかでダダダダダダって入っていくと、なんかこう、うるさい。もう、そう、日本人だったら子供の頃からみんな聞いてる音だからね。もう、新聞屋さんみたいな。どこでも。もう子供がいてもピューって走れるしね。もう、完全にインプットされてるわけだ。最後、もう、本田宗一郎さんありがとうだよね。そう。本当、日本最強のバイクだよ。もう遊べるバイクないですよ、うん、もう僕ら大きいオートバイのこうチームなんかがあって、あの Z みんな Z 乗ってるんですよ、ね、あの Z2 とか乗ってて、そういうの全員持ってる、全員カブ、うん、もうセカンドバイク必ずカブだよ、ね、持ってないやついないんじゃないかな。
ってます、持ってます、うん。あ、乗船券って、あの印刷したやつは持ってるんですけど、バーコードついてるやつですよね。え、バーコードついてる。そう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 。あ、じゃあ OK です。あ、OK、 はい、うん、じゃあ OK。 じゃあ、あの、そうですね、ただこれ、乗船通路って22時45分、だから22時45分、食べるものが、定食はあるんですけど、定食はありますけど、じゃあ、レーザーも出たら、まあ、そんな戻ってくるやつないんで22時50分、もうちょっとどっかで行ったんですか。あ、それでも全然いいです。あれ、あの、例えばここにバイク置いて、タクシーで行って、で飲んで帰ってくるっていうのはダメ。あ、だ、運転中、押すのはダメ。あ、いやダメなんだ。絶対ダメだ。あ、わかりました。じゃあ、やっぱり、鍋行って階段してたら、うん、じゃあまた後ほど。うん、はい、すいません、ありがとうございます。行かないとね、階段してた。